韓国の悪事がどんどん浮上。ライブドアニュース。2019年7月10日。韓国から戦略物資が150回以上密輸出される。北朝鮮から渡った可能性も。ざっくり言うと、軍事転用が可能な戦略物資が韓国から密輸出されていたと朝鮮日報が報じた。朝鮮日報が。2015年から19年の3月までで156件にも上ることが韓国政府の内部資料から明らかに。専門家によるとこれらの物質は北朝鮮に渡った可能性もあるという。ソースは朝鮮日報で、テレ朝で報道され、それをまとめたものです。韓国から戦略物資密輸出150回以上に。韓国のメディアとしては保守右派層、右寄りの新聞とされてるみたいやんな。で、左派労働組合からは批判を受けているって書いてあるわ、ウィキペディアに。ねえ、記事によりますと、報道によりますと、やな。韓国から戦略物資が150回以上密輸出されていました。韓国の朝鮮日報によりますと、軍事転用が可能な戦略物資の密輸出が2015年から2019年の3月までで156回に上ることが韓国政府の内部資料で発覚しました。2015年の韓国の大統領はパク・クネですよ。あいつ北朝鮮とかも行ってるからな。今の散々な姿はこういうことの罰かもしれないですね。ざまって感じ。ウラン濃縮に使われる遠心分離機がロシアに密輸されていたほか、北朝鮮と友好関係にあるシリアに化学兵器製造に関する器具などが密輸されていました。お前何さらしてけつかんねえ。言って今、制裁を受け出したということで、これからグイグイグイって感じ。記事では、これらの物質が北朝鮮に渡った可能性もあるとの専門家の意見を伝えています。韓国の保守派と言われる朝鮮日報も時には使いようっていうことですね。仲間ではないけど。こういう国と国の問題ですね。時にですね、国が悪くてそこに住む人たちは悪くないんやと。親日の人だったら大丈夫でしょ？いいでしょ？って一生懸命やってる人が現れますが、私は親日をアピールして日本人社会にグイグイグイって入り込もうとする人ほど怪しい、やばいやつちゃうのって思って見ています。いや、申し訳ないけど、心のシャッターはガラガラシャーンってしまってるので、私は歩み寄ることはないんですけど、お人よしな日本人って、ちょっとそういうところ甘いから気ぃつけや。